さあワイスパンダンラッチーヨーダンパ88がスタートですよ、皆さん、お待たせいたしました、88を待ってらっしゃった方もたくさんいらっしゃったんじゃないかと思うんですけども、今日はですね、奈良岡も88に関してはだいぶこだわりがあると思うんですけど。何にもないですよ <laughs> 何にもないけど、このあと編集してアップしなきゃいけないっていう。<laughs> 早くしろってやつですね <laughs> ということで、今がですね、4月15日の6時45分ということで、よろしいでしょうか。<laughs> <laughs> はい、そんなわけでですね土壇場勝負のナンバー88今回もですねご報告からいってみましょう内容,内容空っぽで今日も放送していくということでですね皆さんのお忙しい時間をですねジャックできたらいいんじゃないかということでですね、えー、まずはご報告なんですが。 え限定5個のワーム棒売り切れましたというテキストがえここを踊ってるんですけどもはいやはりですね5個という数はあまりにもちょっと少なかったのかということでですねワン棒ーーファーストロットですねえ見事完売ということでですねおかげさまであのワーム棒セカンドシーズンへと突入することができる足がかりとなったんですけどもはいそんなわけでですねワン棒全部なくなっちゃいました。 まあ、あの欲しかった方お待ちいただければですねまた次のワーム棒をですね作ってみたいと思ってはいるんですけど次売り切れなかったらあの次作れなくなっちゃうからね、まあ、ワーム関連グッズは綱渡りっていうことをですねワームの職はあの肝に銘じていただいてということでですね、はい、是非是非ふるってという形になるんですけども、えー、そんなわけでですねあのかっこいい帽子で街を練り歩くチャンスがある 40人のラッキーな方々がですね、えー、うまくですね抑えてくれたおかげでですね、えー、見事なくなってくれたということでですね、まあ、買えなかった方はですね、まあ、草葉の陰で、えー、涙でもすすって頂い,いてですねネクストチャンスを待って頂ければいいんじゃないかと思いながらもですね、えー、次のご報告店内のガチャ在庫切れ <laughs> そんな話ばっかりすいません店内のガチャ在庫切れでございます第3弾と第4弾を制作しますということでガチャはですね定期的にくる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 仕事をし続けていたんですけども実はですねただ在庫も果てしなくあったんで これいつなくなるんだろうねなんつってあの余裕かましてたらですね、サイクルショーであの、高回転に回っててですね、えー、ガチャ全部売り切れちゃいました。びっくりすることに。ということでですね、今あの、制作してるんですけど、大体これ制作期間どれくらいかかるんですかゴールデンウィークには並ぶように。<laughs> ゴールデンウィークには店内並ぶようにということで。まあ、ゴールデンウィーク中、我々のお店は閉まってはいるんですけどということでですね、まあ、店内ガチャがですね、今在庫切れの状態ですが、回せるように、え段取りしておりますということで、これ、あれですか 既存のものですか、それとも新作も入るんですか。あ,あの基本はほぼ新しいから。ほぼ新作。はい、これは大変ですね。はい、皆さん、あの、ふるってですね。回転させに来ていただければと思うんですけども。なんと、今回、そこに際して、もう一つビッグなご報告がある感じですね。ワームのみの専用ガチャも設置予定。はい、素晴らしい、これなんか、わーみたいな。入れといてくださいね、はい、音ね。はい。うん <laughs> ということでですね、えー、ワームのみの専用ガチャもですね設置予定でございます。これはですねあのワーム缶バッチでいいんですかね。ねということでですね、待望のワーム缶バッチでございます。はい。皆さんもですねあの学校に行くときに、ええ所定るカバンに何気なくワームを一匹連れていくとかですね、あのいろ,いろ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 使い方はあると思いますんでですね、ぜひぜひワーム缶バッチをですね、はいいつものね買い物に使う。 えとエコバッグにですね、さりげなく一輪の花をおしゃれに添えるというのも、なかなかおつものじゃないかというふうに思いますので、帽子につけてもよし、服につけてもよし、手持ちのものにつけてもよし、ぜひぜひですね、楽しんでいただければというふうに思っております<の>、はい、歴代のワー画像からするので、はい、はい一方的なア、アイコンにしている方は <laughs>、はい、一方的なあれですね。<laughs> い言い回しですよ世の中すべてあなたのワームがもしかしたらガチャになるかもこうご期待 <laughs> こんな感じでいかがでしょうかということでですねしですもしかしたらですねえっ、ー、と皆さんもうだんだん時間が経って自覚が薄れてるかもしれないですけど歴代ワームの中にはレジェンドワームもたくさんいるわけじゃないですか <laughs> いろんなねそれがですねもしかしたらガチャになってですね世間にまき散らされるかもしれないということですね大変光栄なお話ですね やりましたねということでですねまああのワームの皆さんは、えー、胸を高鳴らせてお待ち頂ければいいんじゃないかとまあ恨みっこなしですよ選ぶの奈良半君なんで恨むなら彼をということで、はい、私はまあ,あのできたのを見て高笑うという予定でいますので、はい、そんな感じになっておりますさあ続いてはですね真面目なご報告ですよもう何の番組か分かんなくなってきましたけども <laughs> はいなんとですね、えー、我々トリシティシューティングブレイクというですね、えー、オリジナルカスタムマシンをですね、えー、HV ファクトリー岡村さんとか と一緒にですね作っていたわけですけどもそしてモーターサイクルショーでですね、えー、華やかに飾ってですね高笑いしてたというところだったんですけど実はですねもう一手打っていたというのがですね、えー、ここでついにリリースという形になるんですけども概要欄にとりあえずのリンクは貼っておきますけどもなんとですねトリシティのルーフなしカスタムバージョンのですねデザートバイパーというですね、えー、マシーンがですね デビューいたしますということで。デザートパイパー予約受付開始でございます。え、これはですね、ルーフが必要がない方、でも、かっこいい取引に乗りたいんだよという声にお答えしてですね、デザートパイパーがですね、ついに始動するんですけど、今度ね、動画でちゃんとやります。とりあえず、どんなものかをサラサラサラっとですね、ウェブサイトで簡単に作って、ポイって投稿しておいたので、見れるようになってると思うんですけども、ルーフがない状態だけど、我々のあの、ソリッド、 アーマーマ的エッセンスがですねふんだんに散らされてるという方がいいですかね <laughs> はい、えー、散らされていてですねそして、まあ、かっこいいんですよこれがまたかっこいいのとそしてですね、えー、結構工夫して使っていただける要はユーザーさんの好みで自由にですねアレンジしていただける形というのを売りにしてますなので特にリア周りのセクションはですね自分で好きなカバンつけたりとかできるようなですねサイドバックサポートバーだったりとか、えー、もしくはですねあのガチャッと 用のボックスサイドのパニアですね。がはめれるようなですね。そういったステーをつけたものですとかですね。そういった形でアレンジ自由な感じでトリシティをより楽しんでいただくっていうことでですね。もちろん今もファーストトリシティのシューティングブレイクも売っているんですけど、それと並列してですね、デザートバイパーというルーフなしバージョンもですね、始まったということで、これは期待していただければ。リアのキャリアとかがですね、すごい、あのまだ一応画像は試作のものになっちゃってるんですけど、 かなりかっこいい感じですね。かつ、あの、便利な感じ。工夫次第で本当に好き放題。自分の好きなものをつけてもいいし、えー、キャンプなんかにバンバンに積んでいってもらうのもいいですし、そういった感じでですね、かなり使い勝手を優先して設計しております。もちろんかっこよさもね、ということでですね、えー、期待していただければいいんじゃないかということで、デザートバイパー始動というご報告でした。そしてもう一個、ビッグなご報告がありますね、長旦さん。どうですか どうぞ。土の子さん解禁ですね。<laughs> ついに来ましたね。<laughs> ということでですね。はい、お待たせいたしましたけども。超話題の問題作。<laughs> <laughs> 時効ですよ。<laughs> 時効。時効ということですね。一方的な。はい、なんかあの、ちょっと古い映像にはなるんですけどね。もうあの昔の V. H. S. とか8ミリみたいなこう。そんな前ではない。ね。はい。まあ、あの、あの問題作がですね。 ちょっとですね来週公開になるということでですね多分これまだ編集きっと終わってないんだろうけど来週公開しますっていうことによって自らにあのプレッシャーを与える作戦ではないかと今推測するんですけどいかがでしょうかその通りです、はい、もうほとんんど出来上がってる問題作「ツチノさんがいよいよ公開されるまあお待ちしてたか頂い,いた方も結構いらっしゃるんじゃないかと思うんですけどやっとですよやっと公開の段取りが整いましたんであのほら試写会とかでよく出てくる時にあのねあるじゃないですか。 どうでした的インタビューされて一般の人がいろいろ言うやつ「これ公開してもいいんですか?」とか「今日は眠れそうにありません」とかそういう感じの内容になってるんじゃないかということがですねえ非常に期待していただければいいんじゃ期待っていうかこれ期待するものかなって気はしますけどあまりにもひたすら淡々と不気味っていう印象ですけどねというフィクションですこれはいフィクションなので真に受けないでくださいということではいツチさん 劇場版来週公開ということで <laughs> はい全米が泣く予定でございますということで <laughs> はい楽しみにしていただければいいんじゃないかと思いますさあというわけでですねご報告はこの辺で終わりになるんですけども MT07 ニューカラー出ましたねそういえばどうですかあれはいいですねそしてあのちらほらえ店頭にもですね XSR700 のニューカラーが散見されるようになってきましたねどっちがお好みですか、うん、RZ させるイメージはなんかやっぱ白の方ですね僕は明るいですよねあれね、うん、あの結構なんか女性なんかでもさらっと乗りこなしたらおしゃれになりそうな感じのポップでもありおじさんから見ると懐かしくもありっていうやつですね、うん、はいかなりあのいい感じにまとまってますねデザインやっぱおしゃれですよねあのバイクはねそういったものも、えー、ヤマハとしてデビューしてきてたりとかそして MT07 ももちろんニューカラーあのシアンのホイールどうでしょうあのワンポイントのリアホイールのオレンジ色の、はいはい、あれはちょっと <laughs> 欲しかったですね。欲しくなってくるでしょ。あれ、<laughs> あれがなんかないと寂しい気持ちになるという形で,ですね。<laughs> うん、なか,ううかなりイメージ違いますよね。でね、あれ、要はその昔のまあ、多分それをイメージしてはないとは思うんですけど、うん、昔の走り屋がなんか14日ぐらいのホイールで、あのすんごい。フカリムであの履かして、そこにこうベタッとバランサーをこうテープで貼ったりとかああいう感じでですね。 ちょっとそういうなんか昔の本当にグラチャンイメージと言ったら乱暴になりますけどあのそういうイメージを彷彿とさせるんですけどやっぱメーカーが作ってるから綺麗なんですよね。うん、というところでですねあの、うん、そういう意味でも懐かしさもありですねああいうワンポイントのやり方あるんだねともうなんかこう一周リムストライプテープみたいにこうホイールにライン入れるとかっていうとなんかかなりずいぶん前からあるじゃないですか、うん、なのであの最近ちょっと見飽きてた部分もありああいうのも新鮮ですね非常にいいかなと思いますね。 という形でですねヤマハもななんか活発になってきました、ね、ゼロ内はいつ発表なんだよっていう話もあるんですけどゼロ内まあつってもあの多分カラーチェンジだけだと思いますけど一旦休憩 <laughs> はいというわけでですねそんな困難をしながら、えー、今日はですね「愛車のカラー色へのこだわり」というですね、えー、テーマで皆さんに募集させていただいたのでそれをですね一緒に見ていきましょう ささんなはんさんはこんにちは愛車のカラーですが全然派手ではないですが自分なりにこだわり抜いた色にしましたまずはタンク自分が好きな乾き色のダイハツ純正をオフビート乾き G55 と、えー、自分の愛車の色のシャンパンゴールドメタリック T23 で塗り分けは板金塗装できるバイク屋さん カッコつれってありますね。に、お願いしました。ダイハツ純正カラーで塗ったのは傷ついたら会社でタッチペンできるからです。あ,あそういうことね。出先では年配の方に、この色もともとか渋いわ、とたびたび言われ。おじさま方にはかなり好評なようです。赤の温差マークは塗ったツレのこだわりでアクセントになってます。フレームなど、えー、初期の 2JL なのでもともとは赤ですが、トヨタ純正ブラック、えー、202に塗り替えても、えー、塗り替えてもらい、 えこちらも傷ついいいいたた補修ししすくななりまかかっここいいじゃないですかこれちょっとねこれ配線き、まあ、綺麗なバイクだなっていうのと、えー、奈良半君が最近欲しがってる TW なんですけどい<ー>、うん、いいですねかっこいいですよねでこれちょっとやっぱ、うん、あのおしゃれだなと思うのはフェンダー黒じゃないですか、うん、エンジン黒じゃないですか、まあ、フレーム黒スインガーム黒スインガームこれ多分純正銀なんですよ TW って。んでねう えと要は足元、見りゃわかると思うんですけど、下半分真っ黒にしていて、うん、そして上半分の、えー、タンクちっちゃいじゃないですか、ここだけに色を入れてるんですよ。フロントフェンダーって、例えばその、これ同じ色にしがちなんですよね、やっぱね。分かります。青いタンクだったら青いフロントフェンダーとか。はい、ただからそこをあえて全部黒に統一することによって、やっぱタンクが逆に小さいながらに目立つ感じに処理してありますね。そして、えー、シート。 この色がまた絶妙でこのタンクにこの色を合わせるって意外とやんないですからね今見ると違和感ないんであのすごく上手にまとめてあるんですけどこれはすごいおしゃれさんですねさすがですねツ、うん、タンカーメンみたいな色ですねこのタンクは <laughs> と奈良半君が申しておりますかなりあのかっこいい感じに仕上がってるんじゃないかと思いますよはいベーツライトですかねこれね、うん、ちょっと写真がちっちゃいんであれですけどすごいおしゃれさんですねまとめ方が上手でございます この方がグランプリでいいでしょうか今日は。いや <laughs> いやいやいや。グランプリとかあるんですか <laughs> いやいや、わかんない。<laughs> 今決めてみたって感じですね。はい。さあ、続いては、えー、千立健さんですね。私の色へのこだわりは、基本ベースクールにアクセントの青ってのがお気に入りです。ですので、メットもジャケットも黒系か青系しか装着しません。ということでですね。はい、いただいてます。ボルトの画像ですね。うんとですね、統一してますね。このカバンの色渋いっすね。どうでもいいですけど。どうで売ってんだろう、こんなの。 これかっこよくないですかこれ。うん、わざわざこれを見つけてきてボルトにつけるっていうセンスの良さよ。かっこいいじゃないですかこれ。で、あの、ボルトもなんか適度な抜け感があえていい感じに仕上がってますね。後手後手もしてないし、でもなんか個性も出てるし、なんかいいじゃないですか。ね。なんか印象にパッと見、えー、シンプルなのに印象に残るような感じになってて。特にこれ、ハンドガードつけてるじゃないですか。うん、このハンドガードの黄色いアクセントとかこれすごい良くないですか黄色の赤もいいです、ね。 あ赤もそうですねいいアクセント。右にも赤がついてます、ね。<laughs> 素晴らしいですね。本 <laughs> 当これもう絶対交通安全ですよ。<laughs> もう絶対大丈夫なやつですね。はい。ということであの非常にですねあのおしゃれさんですねいいですね。あれ？前立腺さんってボルトだっけ？前立腺さんボルトと NMAX やらないあそっか。うん、なんかそっちの印象が強くてさあついてはわけわかんない投稿の出番ですね。はい。<laughs> <laughs> いつもの,あのいい言い方をすれば箸休めめ的な画像そうあの悪い意味で言うと狂気 <laughs> お疲れ様ですバイク屋さんで SR を塩辛ピンクにオールペンしようとしたらうちは塩ピンをやらないスタイルなんだよねって怖い顔で言われましたショックですやはり難しいカラーなんでしょうかこれあのなんて言うんですかねぴょんぴょんさんが投稿してくるとただの塩辛の画像もこのまとめ方とかそういうのを含めて 何かのなんか虫とかちょっとうんこみたいに見えるところがまたあのうまくまとめてありますよねあの非常に上手なこう形状一つこれこだわってやってらっしゃるんだと思いますけどもさすがという感じですねだいたい断られてますよね <laughs> あそうですよねもうなんか変な変なところしか手出さないから断られたり怒られたりすそうですね <laughs> というわけでですね今日のこのこんだけアップで撮りますかね普通 <laughs> 背景ねえじゃん、もう、みたいな、ね。ちょっと見切れてるしね、端っこが少しね。こんな小さなものをこんな見切れるほどアップにしますか、うん、というところもなかなかですね。はい。続いてはですね。えー、アイリー西垣さんですね。はい。これ何て読むんですか、これ。カダ<だ>。カダって読むんだ、これで。読めねえな。<laughs> <laughs> っていうか観光協会のホームページ見てもあの漢字でしか書いてなくてこんな読みづらいもん観光協会のホームページにするんなら振りがない一発目に振っといてくれよっていうのがですねあのわがままなとこなんですけどなんか自意識過剰なんですかねこういや悲しがらないないでしょみたいな例えばあの我々もやりがちですけど例えばそのいきなり住所を横浜市から書くとかねえ横浜市っつったら神奈川県に決まってんだろうっていう横柄おこがましさまあそれの一種なのかもしれないですけどねえ いきなりあの港区六本木みたいな住所の書き方いや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 みたいなねちなみに、はい、これ和歌山県ですけど、はい、三重県だとカブトって呼ぶらしいですよ何それもう分かんないんだけど <laughs> もうなんか名前の方の話に全部いっちゃったけどもう <laughs> なんて言うんですかね皆さんちゃんと書いてくださいということでですねまあ別にこれ文句言ってるわけじゃないですけど観光協会には文句言ってますけどね分かってる程度書き寄ってからにということで町田に謝れってことですよ東京都なんだよ さあ、えー、というわけで、えー、白いバイクと白いウエアが非常におしゃれにまとまっていてそしてこのフレームにですねこのヘルメットの赤がマッチしていてですね、えー、とっても綺麗にまとめていただいている写真ということなんですがついついですね名前の方に遊んでいってしまいました。すすみませんでででした全部奈良半くんがいけないなととうこ,とでこ,こですか いつも楽しい動画ありがとうございます前回の桜がテーマの時に投稿しようか悩んだのですが今回バイクの色がテーマということで投稿させていただきます白赤の VTRF に載っています2年前の冬とても綺麗な色に一目ぼれしいファーストバイクとしてお迎えしました白の車体って車だと一般的なのにバイクだとあまり選択肢がないですよね写真は納車したての春に撮った夜桜との一枚とツーリングで和歌山の花田ここに書いてあるやんけ全部丁寧に <laughs> え、行った時のツーショットです。2枚貼れないみたいなので連投すいません。ってことでですね。また、あの、フライングして次、あの、行ってしまったというですね。早とちりさんがいるんですけどもね。ということで、玄月君が爆笑してますけども。これ1枚目、綺麗な写真ですねああ。綺麗なバイクですよね。でもね、やっぱね。なんか上品ですよね。えー、ポテコさん。 ささんのアルハンさんお疲れ様ですですす初投稿お題のカラーですが、初めてのバイクということもあり、こだわりというのはまだありませんが、最初は車から意識してもらえるよう、明るめの色にしようと考え、川崎カラーにしようかと悩んでいましたが、自分には少し派手かなと思っていた時に、21年モデルが発表され、この色、カッコ、パールナイトシェードティール。かっこいい名前ですね。もう何色か想像つかないですけどね。パールでナイトで、まあ夜なんでしょうね。シェードってなんでしょうね。日よけ <laughs> ティールってなんでしょうね。 はい、よくわかんないですけど「日 <laughs> と目惚れし即決しました」「写真ではいつも水色にしか映らないのですが実際は青緑です」「ネットではマキタカラーと呼ばれてます」あ「あ分かりやすい表現ですねマキタカラーって」ねえー「東京モーターサイクルショーでワームステッカーを頂きましたが整備士さんに見られたらやばい人認定されそうなのでバイクに貼るのを諦めます」まあ、されるでしょうね <laughs> あこの色かこれいいですよねでもね、うん、この色確かにこれ写真と違いますよね いいいんじゃないですか限定感があってまあ限定車じゃないんでしょうけどバイクのデザインにも似合ってますしね、うん、他メーカーにもこの色ないんで黒の差し方も上手だし、うんうかね、確かになんでハんないのかない <laughs> い人認定ってされちゃいけないのって感じですけどね。 もう俺ピョンピョンさんの専用ステッカー作ってみんなに貼ろうかなって感じですけどね勝手にって感じそうそう単速 <laughs> ライダーさんお久しぶりの投稿になります今回のテーマは色私は現在19年モデルの CBR650R グランプリレッドに乗っております今まで青色が好きだったのに 650R が発表されて写真を見た時にズキュン美しい赤と見た目に惚れてしまいずっといちずに恋い焦がれ昨年2月にようやく納車気が付けばヘルメットやジャケットも赤くなっており赤月お兄さんに変身 仮面ライダーのセンターにヘッドハンティングされる日ももう遠くないと思います。僕が仮面ライダーのセンターになった暁にはこの話続くんだ。パンダラジオのスポンサーになるように促しておきますということで、ぜひお願いします。期待して待ってますね。赤のバイクに乗って良かったことはどんな場所でも写真を撮ってもバイクは景色や物に負けてないハえ写真が撮れることです。夜や他にもバイクをいる状況でも圧倒的存在感を出してくれます、えー。他には子供が手を振ってくれることが圧倒的に増えたことです。他にも視認性とか安全面でもそれなりに高かったりなどいろいろありますが、今回はこの辺にさせていただきますということで。 いい写真いい写真なんですけど俺この人のこの撮り方が好きだななんかすごいいいですよねポージングもんかすごくいいですよねなんか楽しんでる感じがすごい伝わってきてなんか幸せに愛車と楽しんでるなって感じがしてすごいいいっすねんか服装ギ家の揃え方もんか確かにほんとは大違いですよ見るかからになね ねしかもなんかあの愛車の原付君の愛車といえばパソコンってことになるんですけどなんかもう全然大事にしてなさそうな感じがして恨みながら歯ぎしりしながら打ってるあのキーボードをく音がカシャ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 ってさあ続いてはですね <laughs> NGOS ピンワワームーンさんですね。こんばん行です。ワームーンも壊れてきたね。ちょっとね。愛車の色のこだわりはずばり赤い範です。前の人がだから赤がっつってのに。過去赤いバイクや車に乗っていたこともあるのですが、いずれも愛車レベルの事故に見舞われ、以来赤は避けており、以来無事に過ごせております。赤しかラインナップなんか諦めたバイクもありました。<laughs> 一方好きな色とといいえばオオリーブっぽい緑とオレンジです私のタイガーと娘のクロスカバーはオリーブ色かみさんのセロはオレンジ色のムにそれぞれ下目ぼれして入手しましたお気に入りの色のバイクはガレージに並んでるのを眺めているだけで幸せですねって感じなんですけどこれラインナップがいい感じに散ってるじゃないですかでもこれよく見るとあれでしょ本人と、えー、奥さんと娘さんがみんなこれ乗ってるんじゃないですかなんかめっちゃ幸せそうな家庭ですよね,ねしかもなんかこれ。 コンクリートのたたきの上で写真撮ってますけど。多分ここにバイク置いとけるってことでしょ、これ。うん、なんか。ありますね、うん、ゆとりがある家庭ですね、これね。ちょっとうがった見方をちょっと奈良くんがしちゃって、もすみません、本当に。いやらしい話なんですけど、これ。はい。全部スポークだし。ね。どっか入ろうとしてます。ねそうですね、間違いないですね。ね。<laughs> 最近のタイガーってどうでもいいけど、装備いいっすよね、キャリパーとかね。これ確かあれじゃないったっけ、ブレンボのスタイルマーかなんかついてんじゃなかったっけ。鼻からね。 なんか大したもんですよね。はい、いいですね。はい、赤に乗ってはいけない。呪いの家の方ということで、続いてはしげさんですね。つうかワームーンさんそんな人だったのね。なんかあの、もうあの月とワームの映像しか思い浮かばないから、もっとなんかドロドロかと思ったら、なんか割とこじゃれた感じのラインナップですね。おしゃれなイメージのはいしさん。 愛車のカラー、色へのこだわり。はじめまして、中型免許取っ立てのバイク初心者です。車だと白系が好きなのですが、バイクはよくわからないというか、このご時世バイクが手に入るだけまし、そう思ってました。車種の候補をいくつか決めてから近所のバイク屋さんに行って初めてのバイクなんですが、と話しつつ、調べてもらったところ、MT-03 2021年モデルの新車が1台だけ在庫があると、即決でした。在庫なしで候補全滅や半年待ちを覚悟していたところにまさかの降臨。MTC に心からの感謝を。 色はディープパプリッシュブルーメタリック C、ヤマハブルーで王道池という神様のお告げでしょうか。特にタンクの塗装が好きで、毎度いいブルーだなと思いながらキーを回しています。でもこれあれですね、完全に運命系ですよね。だってこの環境下で在庫1台だけあっちゃうんでしょ <laughs> ということでこれはですね、シゲさんを待ってたんじゃないですかこの MT が。でも王道のブルーはやっぱりね、あの見ててうっとりするような色だと思いますので、可愛がってやってください。なんかお花が咲き回ってて綺麗ですね、この写真がね。 えー、カピッパラスさんですねこれなんかもう家がバイク屋なんじゃねえのって感じの <laughs> 背景ですよね <laughs> そしてあのこんなにこんなにも強く自己紹介するのって鈴木だけですよねそう思いませんか <laughs> これ俺のデカールですよねあそうでしたっけそうです、ね、ほらはやぶさのあの,の,あの悪しき前例があるから俺純正かと思っちゃいましたよかっこいいグラフィックデカールを見つけ購入あ書いてあるんじゃん さあフライマンサンダーさんですね、えー、車体が赤だとこんな感じに、ふるしんもうまく隠せますということで、ですねなんかすごい買ってくれてますね、グッドマナージャパンライダーズって書いてある上に、ふるしんって書いてあって、交通安全って書いてあるっていう、カオスな状態になってますけども、はいえー、前回のお題、桜、サボりました、ごめんなさい、今回のお,お題、色のこだわりですが、やはり赤ですね、サンダーエースはビビットカクテルレッドセブン メタリックレッドにキャンディーレッド重ね塗り、いい色です。あ、そうだったんだ。もうすごいですね。その知らないですよね。そうだったんだ。昔乗ってた FJ1200、86年逆車も、ダークブルーメタリックにレッドラインです。メットもジャケットもグローブ、シューズまで、必ず赤が入ってるものを選んじゃいます。ということで、赤大好きなんですね。FJ1200 乗ってたんだ。<laughs> 重くてでかいのが好きなんですね。だからね。ちょっとこう、 最速狙って作ってツアー扱い的な車両が結構好きなんですねだからねはいということでプライマーサンダーささんんでしたザそのうち FZ 祭りをやるかなと撮っておいたんですが今回のお題は色のこだわりということで前に乗っていた FZS 線の写真を送りますその前に乗っていた FZ4004YR のカラー通称デイトナーカラーをすごく気に入っていたんですがそろそろ大型乗りたいなと思ったところで FZS 線の黒エンジン仕様が発売されたまたま近くに塗装に強いお店があったのでこれと同じ色に塗って溶かっちゃいました。 その後10年以上の楽しく乗っていたのですが唯一の悩みはカラーがしっくりはまりすぎて誰もオールペンしたことに気づいてくれないことでしょうかということですね <laughs> うんかっこいいっすね <laughs> っていうか4ワイーかと思いましたパッと見ねかっこいいなあザーかっこいいっすよね普通に随分軽いコメントできましたねなんか取ってつけたような <laughs> あこれあれだ、うん、はいゲートあこの後ろのガチャンガチャンの話ですか、はい、いいとこ言ってますね続いてはですね どどんどんいきますよ富富トミトミオさん愛車のカラーについて現在の愛車はセロー250ファイナルエディションパープリッシュホワイトソリッド1カッコホワイトグリーンです正式名称は今知りましたあ調べたんですねこれでねこだわりはシー言えば赤系より、えー、青や緑系といった感じですかね今までのバイクを振り返っても直感でその辺りのカラーを選んでましたちなみに前回のお題の時のミラーの中の桜の写真ですがバイクはセローで正解でしたということで当たりだったみたいですねこれあの目の前にヘルメット置いてあるにもかかわらずピンと後ろのバイクじゃないですか、うん こういう写真ってなんか個人的には新鮮ですけどね。花とかだったら、あの、こういうのあるじゃないですか。<laughs> ヘルメットってなんかちょっと新鮮ですよね。そうでもないですかドラマだったらピントが切り替わりそうですよね。確かに。っっあの、話してる方にね。<laughs> 話してる方に変わっていくやつですね。いや、全然やってると思いますよ。ますね、見ますよ、はい。そう。私が殺したの。つってこう切り替わる。でそんなそうですね、そのドラマ <laughs> <laughs> すいませんそんなのしか出てこなかったんですけどもじゃあテレビ見てないのがバレそうですね、はい、純うさん愛車の色について私の愛車はグースといえばこの色のベースブルーメタリックですが自分はブラックが好きなので正直あまり気に入ってませんあそうなんだグース250にはサターンブラックメタリックという純正色が存在しました実はこの色鈴木の四輪車にも使われている色で自分が愛してやまないカプチーノにもつが趣味偏ってんな若いのにカプチーノだって <laughs> <laughs> このブラックが採用されてます <laughs> 大好きなカプチーノと同じ色にしたいので、えー、サタンブラックメタリックに塗装する計画を立てていますということで、はい、あの動いてるっぽいですけど廃列車みたいなものの前で撮ってますね塗って書いてますね随分遠く行ってますねこれで行ったんすかこれもうそうなんじゃないですかこれでってバカにすぎですね <laughs> 失礼すぎですね、ま <laughs> 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 そういうふうに捉えないでくださいフ今他捉えようなかったけど一定ですねんたけし MGV さん嶋佐奈々さんお疲れ様です逆にやり返された前回パンダラジオでまさかの心霊写真いじり <laughs> 一人爆笑していました今回テーマのバイクカラーですね僕も特に考えなかったですバイクデビューは鈴木 GSX250RSP の青白ですそのカラーしかなかったかなゼファ400ワインレッドからローソンカラーに塗り替え GPZ900 赤白アフリカツイン青 で今のの元グッズの赤黒です好きになったバイクとか欲しかったバイクがそのカラーしかなかったのもあります。バイク購入後ウェアヘルメットのカラーも合わせてますということで、まあ、これでもあれですよね G6250RSP の青白っていうともうなんかもろイメージですよね。うん、でゼファ400ワインデッドもイメージですよね。うん、でローソンカラーに塗り替えるのもイメージですよね。たどってますね。はい ちなみに、えー、次は森の熊さんですね。愛車の色を取るために朝からゴシゴシ洗車しました。スーファーの方は確か屋台のリンゴ飴なのに奮発して、砲、えー、玉使っちゃったよ、レッド。で、えー、モンキーの方は、えー、と昔のジャムパンのイチゴジャムってこんな色だよね、レッドですね。うん、ヘルメットも OG 系兜ですが、赤、白、黒なので、ホンダ刀なのかもしれませんね。でもちゃんと昔の愛車の SRX も赤、赤でしたよっていうふうに来てますね。はい。確かに赤っぽい赤ばっかっすね。砲、うん、玉じゃなくて赤玉でしたねって来てますね。 赤玉ってなんですかね。あれですかあの石の赤玉ですかね。赤玉石ありましたよね。めちゃくちゃ本田等です、ね。そうかね色も含めて。もう家車しか今ないっすよ。4台。<laughs> <laughs> <laughs> それはファンタジーすぎですね。白 <laughs> 林さん投稿させていただきます。白林に使われてた r c 4 0え46前期型の逆車純正カラーの黄色です。黄色愛が伝わる一枚選びました。黄色好きなんですね。昨年大型を取得して初めての大型バイクです。子供 から物珍数は目で、大人からは冷ややかな目で、気にしてはいけませんね。ええー、ゴーイングマイウェイの精神です。あまり遠出はせず、近所を車滑でうろうろするだけの使い方です。重たい一分の一プラモデルです。ただ、写真映えだけはすごいと思います。v イフォームいい音です。ということで、はい。黄色いですね。すごい黄色いですね。これ、なんか、俺、この前、レンタルバイクに来てくれた人じゃないのかな。このバイクに見覚えがあるの、なんか。うん、あ、けど、何回し,してる?うん。近いですね。 あ本当だ写真がね、うん、このタイムズの看板にわざと合わせてるってことでしょ違うんですかね。さん えー、こんばんは。最近、ゲクム続きで配信時間に間に合わず、もっぱらアーカイブばかり見てます。桜の写真は今年は取り損れたので、次回のお題オーバー。愛車の色に特別なこだわりはありませんが、シートあげるとすれば黒以外ってことぐらいですかね。若い頃乗ってた 2QL が、乗り出し込み込み39万8千0今じゃ考えられないような値段ですよね、だったんで。何も考えずに店頭に在庫として並んでた黒を選んだんですが、まあ夏場のタンクのクソ暑いこと。その代わり、給油直後の冷たさは格別ですが。<laughs> ヘルメットもバイクに合わせて、イーローソンの 黒いプリカにしちゃったんで、頭のてっぺんから足のつま先まで真っ黒になってしまって、何度も脱水を起こしかけて真相になった経験があります。それ以来私にとってバイクの黒色は鬼門です。今ではヘルメットも白か銀色ベースを選びます。レースの際の発汗量は尋常じゃないんで、少しでも涼しいものを思い明るい色が基本ですが、 車体色に関しては青でも黄色でも赤でもオレンジでも何でもござるですあでもまあ緑はメーカー色が強すぎるので遠慮したいかなって結局何だかんだ言ってこだわり強いかもですね写真は桜が咲く前に遊びに行った時に撮った熊本地震の震災以降通称阿蘇の赤橋の跡です拡大すると手ルの後方に崩落して斜面に引っかかっている国道にかかっていた橋の残骸が見えますみんな過ぎてしまったことは割と簡単に忘れてしまいがちですが改めて事前災害の凄さまじさを思い出していただけたら幸いですオフ会でも 1,2時間で行けるのでいつでも大歓迎ですがそれ以外の場所では仕事の関係上まとまった休みは取りづらいので不参加決定ですねということで写真いただいてますけども道路が確かに落ちてんじゃないですかこれボイーンって落ちてますねあ本当はい、はあ、皆さんちそこに迷い込まないでご注意をということでポン吉さんマイドレスバイクの色というと乗りたいバイクはオレンジしかありませんというより仕様を重ね 重視してるので、色には何のこだわりもないです。見た目より性能重視乗ってる自分はそ、見た目はそんなに気になりません。それと画像にも映ってるマックオフという洗剤が泥落としに最高ですよ。いろいろ試してマックオフに落ち着きました。ということで。あ、これ、なんだ。まあ、オフ車乗りが言うんだからそうなんでしょうね。<laughs> 実際ね。洗車直後っぽいし。<laughs> だそうです。うん。一回買ってみんのもいいかもな。ジャズィーインコさん。 こんばんは、いつも楽しく動画拝見させていただいてます。モタサイでお,お姿拝見できて嬉しかったです。さて、愛車の色へのこだわりというお題で、いても立ってもいられず初めて投稿します。去年のことですが、バイクに乗りたいと思い、ネイキッドを中心に物色していましたが、やっぱり黒が多い。黒は癒し的な感じがして、えー、キャシャな自分には似合わないと思い、バイク選び自体がとんざしかけたとき、幹線道路を車で走行中、隣の車線に、さっそうと走る青きマシンが見に入りました。 しかも普通の青や水色ではなく私が大好きな紫に近い艶やかな青色。色に家についてすぐネットで調べてヤマハの YZF シリーズということが分かりました。これって志村さんが動画でたまに言ってる一目ぼれだったんでしょうね。次の週末には実際に地元の YSP に見に行って早々に R3 を契約しました。 恥ずかしながらヤマハのことや横浜トスカチャンネルのことバイクに乗る楽しさを知るようになったのは最近なので本当に初心者のおっさんですが楽しい趣味が楽しくてしょうがないです新しい趣味かはい納車されてからは差し色のグレーも大人心をくすぐり大変気に入っています写真は家の近所ですみませんということであーでもいいじゃないですかはいぜひ楽しんでいただければという,ふうにちょっと桜もちゃんと入れてもらってますねこれねいいバイクっすよね R3 はねぜひ楽しんでくださいえー、ぜひ今後も YSP 横浜トスカチャンネルをよろしくお願いいたしますということではい 公式ブルーハワイワーブ V2 あのアロチベさん、はい、<laughs> <laughs> あのアロついてるの二人しかいないからね今ね、はい、<laughs> こんばんは仕事が夜まで忙しく生放送に参加できずご無沙汰気味の BHWV2A ブルーハワイワーブ V2 あのアロですなんで BHWV2A <laughs> かっこいいな。かっこいいな。シャタバみたいな。シャタバみたいな。<laughs> いやなんか会社のシャタバみたいですよこれね。<laughs> お題はカラーとのことですが、愛車ボルトは紺色のような深い青です。もともと紺色という色が幼稚園児やタクシー運転手の着ているようなブレザーの色っぽくてかなり嫌いで、持っている服の中にも紺色はありません。しかしボルト購入時はノーマルの黒か R スペックの紺しかなく、どうしても黒色だと普通すぎて一般に埋もれるということでこの色にしました。しかしどうでしょうこの青い海と雲一つない青空の元での鮮やかな深い青色。 ため息すすら出ますボルトのおかげで少しだけ紺色もいいなと思いましたちなみにこの場所どこだか分かりますかすごく簡単ですよねつって俺どこだか分かんないんだけどこれどこすか沖縄海あ海蛍渡った本当だ白いなんか突出が見えますね <laughs> 橋の先にアクアラインかこれでも思ったんですけどあの最初の方 BHWV2A にあの夢中になっちゃったんですけどこれうまいことはあのちょっと FM っぽくまとめてありますね しかしボルト購入時にはノーマルの黒か R スペックの紺しかなくどうしても黒色だと普通すぎて一般に埋もれているということでこの色にしましたしかしどうでしょうこの青い海と雲一つない青空の下での鮮やかな深い青色ため息すら出ますボルトのおかげで少しだけ紺色もいいなと思いましたいかがだったでしょうか、はい、ちょっと FM っぽくあの処理してきてる文章かなと。 いう感じで、そんな娘もつい先日成人式みたいなあるじゃないですか。そういう <laughs> いい話にうまいことまとめたる感じのやつ。あの七番がよくヘドを履てるやつですよ。そうですね。下長下長でいきますか。<laughs> B H W V A プルハワイワン V A バドワールです。って叫えです。ってことですね。はい。ということで、はいおあとよろしいようで、あのたくさんの写真送っていただいてありがとうございました。え読みきれなかった方申し訳ございません。 ということになるんですけども、えー。まあボディカラーへのこだわりということで、今回投稿いただいてえー、おかげでですね。結構綺麗な写真がいっぱい見れましたね。うん、やっぱいいなと思いますよね。なんかそのバイクだけじゃなくて、その背景とかであ、こういう休みを過ごしているんだなっていう。その楽しさっていうんですか？そういったところが垣間見えた放送でしたね。今回はね。はい、見てましたか？画像をはい。はい はい、崩落してる道路とか見てねこのように過ごしてるんだな皆さんということであのいま見える放送になったと思うんですがさあそんなわけでですね、えー、今回の放送いろいろ、えー、いただいたんですけど次回のテーマの発表です、えー、次回のテーマはですね皆さん多分これ一度は妄想したことあるんじゃないかと思うんですけどあなたの夢のラインナップということでですねあなたがもしお金に糸目をつけずに好きなようにバイクを揃えることができるとしたら。 どんなラインナップにして自宅の庭を飾りますかということでですね3台選んでくださいあなたの3台を選んでいただければですね「サンダーエースとサンダーエースとサンダーキャットです!」みたいなね。<laughs> <laughs> いとるかそういういことですね FJ 千二百と三代エースと三代カットですかもしれないし <laughs> あのどういうラインナップでもいいんですけどみんなが一段妄想するであろうライダーあるあるあなたのラインナップでも果てしなくなるとあれなのでまたお時間の関係が出てくるので3代です3代。 えその理由も添えてですね、えー、YS パンダラジオに投稿してください。えー、今まで投稿したことなかった人もですね、簡単なテーマだと思うんで、よかったらですね、初投稿していただければ嬉しいと思います。ちなみにですね、投稿フォームは、えー、この動画の概要欄、そしてですね、えー、横浜戸塚チャンネルのホームページのですね、えー、ワーマーズカフェというところを押していただくと、えー、パンダラジオ関連の投稿はこちらというバナーが出てまいりますので、そこを見ていただいても、えー、投稿できます。えー、最初もしかしたらちょっとね、パソコンからやるとなんか出るんだっけ ゲンさん。スマホからだと出るんだっけ出たり出ってな。な、何が出るのあれ。ソースコードみたいなのが出るの気にしなくていいんでしょえ <laughs>、はい、大丈夫です。えー、もしかしたらですね、スマートフォンから写真を投稿するときにですね、ちょっとたまに投稿フォームでエラーが出るんですけど、エラーが出るけど投稿はできてると思うんで、今気にしないで投稿してください。なんか変な、ちょっとコードが出ちゃうっていう悪癖を持ってるんですけど、まあ、それう改善しますということでですね、えー、ぜひ皆さんの夢のラインナップをですね、 もう持ってる人もいるかもしれないですけどね「私それ達成しました」みたいなねどうなんですかねでも追っても追っても、えー、追いつかないなんか蜃気楼のような夢のような気もしないでもないですけどねそういうのってね奈良、うんまあ、半君は三台どころじゃないんであの家の周り一周バイクで囲ってあるんで「<laughs> <laughs> あなたちょっとどっから入るのよこれ玄関に」っつって <laughs> 一台乗り越えていいよっていう感じになってるのでまああれですけどねはい。 まあそんなわけでですね、新たな夢のラインナップを、えー、ぜひぜひ投稿していただければ、えー、ありがたいです。えー、今日のですね、放送はこの辺でお別れになります。皆さん、えー、ゆっくり休んでください。はい。良い週末をえー、今日はこの辺でお別れになります。また次の動画でお会いしましょうさよなら